はい、じゃあ今日最後の書籍の紹介も幸福の科学の副書籍からです。これはね、小学生向けに書かれた本だと思います。とっても分かりやすい漫画チック、絵本チックに書かれてますね。テーマは迷ったら厳しい道を選ぼうということなんですよね。作品の中にはね、旅に出ていく人のことが書かれてます。旅に出る人が2本の道に分かれていて、片方は険しい道、片方はなだらかな道、あなたはどちらを選びますかってことが問われてるんですよね。で、その中での一つの教えとしては、多くの人はなだらかな楽な道を選ぶんですよと。そして一部の人は困難で険しい道を行くんですよっていうふうにして、困難で険しい道を行く人を美徳としてるんですよね。で、そのオチとしてね、困難で険しい道に行く人は本当に限られてると。で、なだらかで楽そうな道にはたくさんの人が行く。でも、そういった楽そうな道には罠が仕掛けられてるんですよ。例えば盗賊が待ち構えていて、金を出せみたいな感じでね、脅してくるみたいなことがあるんで、気をつけた方がいいよってことを言われてます。さあ、これはね、実に間違ったメッセージを伝えてると私は解釈しますね。だってこの仮説、問題にあるように、なだらかで楽な道には多くの人が行くわけですよ。つまりはたくさんの人が往来してるわけなんですよ。そんなたくさんの人が見てる中で盗賊が出ますかね？ね、どちらかでいうと険しい道で四苦八苦して、もうそれこそね、疲労している疲労困憊していく旅人に襲いかかった方が楽じゃないですか。人目もないし。だから困難で険しい道の方が罠が多いというふうに考えることができるんですけども、これについてはどう考えるのかなってことなんですよ。だからね、みんなが行く道に行った方が基本的には安心で安全ですよ。それこそ自分一人しか選ばないような険しい道、困難な道、そっちの方に行ったらね、もしつまずいても誰も助けてくれないですよ。だからそんなことを進めていいんでしょうかと思っちゃいますね。まあでも高いリスクを取ると高いリターンが得れる、それはその通りです。ですんで、これは一つの選択になりますけども、リスクの低い方を選ぶんだったら、みんなが行くようななだらかな道を行った方がいいと思います。そうすると危険はあんまりないです。でも得るものもみんなで分けることになるんで、あんまりたくさんはありません。ですんでね、集団で生きることを選ぶような宗教団体に入る人とかはこっちなんでしょうね。でも一人で生きていくぜみたいな自立心の高い方とか、自分がリーダーシップを持っていくんだみたいなリスクの取れる方は、困難で険しい道をあえて選ぶっていう、こういうふうな選択になるんじゃないかなと思います。ということはね、迷ったら厳しい道を選ぼうっていうのは、みんなが行くようなところには行くな、つまりはたくさんの人が集まるような宗教組織には入るなってことを進めているように解釈できるんですけどもね、これは一体どういうことでしょうか。お疲れ様です。